はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮沢です。はい、今回なんですけれども、今回は社内アンケート系の企画の第3弾として、まあ在宅勤務で前マイク何使ってますかとか、エディター何使ってますかみたいなこと聞いてたんですけど、まあ今回はですね、使ってるキーボードですね、まあ実際どんなもの使ってますかっていうのを聞いてみました。まあ実際こう在宅になって、まあ自分のデスクで触るようになってから、ノートパソコンじゃなくて外付けのキーボードがやっぱ使い勝手がいいっていうのがやっぱあってですね、まあそれを元にちょっと統計を取ってみました。大体50件以上かな、ご回答いただきました。まずこの動画見てる従業員の皆さん、本当回答ありがとうございました。はい、というところで、まあここにまとめてる通りなんですけれど、まあメーカーと配列と製品をちょっとこうアンケートで聞かせていただいてですね、まあ実際こんな感じになっています。正直ですね、まず一つ目がですね、キーボードの配列なんですけれども、ちょっと意外でしたね。なんか意外とこう英語キーボードの人が正直半数以上超えてるっていうのはちょっとびっくりしましたね。皆さんも何使ってますかね。ぜひですね、この動画のコメント欄ですね、あ、俺これ使ってるよとか、私これ使ってるよとかっていうのとかも書いてもらえると嬉しいです。できればこの3つですね、メーカー、製品名、配列、英語、日本語なのかとかっていうのを書いていただけると大変ありがたいかなと思います。ぜひどんどんコメント書いてください。はい、で英語、まあ実は各位、私まあ Windows ユーザーで、かつ英語キーボードを使っているまあ人間ですね。ノートパソコンも英語キーボードのものを使っていて、外付けキーボードも英語で使っています。一回英語使うとね、なんか逃げられなくなっちゃうんですよね。これ多分皆さんわかると思うんですよね。私もひょんなことから調子乗って英語キーボードを使い始めたんですけど、もうそしたらやっぱもう実に戻れない感じではあります。はい、そしてちょっとこんな感じでぬるっと話していきますが、メーカーもですね、結構いろんなのが多くてですね、やっぱ意外とこうアップルとかも多かったんですけど、やっぱ一番多かったのがキークロンと PFU のこの2メーカーですね、が多かったかなという印象ですね。サレチル33って書いてね、これは自作のキーボードを作ってる方が書いてくれてるんですけど、そういったものあれば、まあちょっと私レノボ大好きなんですけど、まあレノボはやっぱこういうのがあるんで、こういうの使ってる人も何人かいるかなというところですね。まあ実際製品のところも見ていくと、まあ製品かなりバラバラなんですけど、やっぱハッピーハッキングとか、キークロの K ペケっていうこのシリーズですね、があったりとか、まあいろいろなものがあったりしました。でも正直この PFU のハッピーハッキングかなが多かったのはちょっと意外でしたね。実際フォームの回答をちょっと整理したりとか、ちょっと一部文字のあれがあったんで私の方に直してるんですけれども、こんな感じでしたね。意外とやっぱアップル純正のキーボードですよね、外付けのキーボードを使ってる方もやっぱいましたし、やっぱキークロンですよね、ここはやっぱ圧倒的に多かったのと、 PFU のハッキングですね、 HHKB ってやつがかなり多かったですね。そうで、ちょっと意外だったのがロジクールのユーザーは実はちょっと意外と少なかったのは、個人的にはなんか、あ、意外だなと思いました。やっぱロジクールのキーボードって結構使いやすかったりとかするんですけれども、意外と3件ぐらいしかなくて、しかもみんな MX キーズだったんですけど、これだったりとか、それこそゲーミングキーボード使ってる人何人かいるかなと思ったんですけど、なんかそんなにいないっていう感じだったのはちょっと意外でした。はい、あとまあちょっと個人的に苦手なこうライフブック UH キーボードっていうのはなんか結構実は社内で使ってる人を見かけるんですけど、これもなんかノートパソコンのあれですね、トラックパッドセットになったようなものになっているので、これもなんか面白いなと思いました。はい、という感じなんですけど、まあちょっとここから実際にこういくつかピックアップ、ちょっとご紹介というか、まあ私も使ったことないので一緒にも見ていく感じになると思いますが、ちょっと見ていきましょう。はい、まず一つ目ですね、まあ一般というか、まあ、なんというかって感じですけども、やっぱアップルだったら多分これなんだろうなと思いますね。アップルシリコン搭載の Mac 用のタッチ ID 搭載のマジックキーボードですね。多分何人かいるかと思うんですけど、在宅になってディスプレイがあるとこう、Mac クラムシェルで使いたいって人いると思うんですよね。で、クラムシェルにすると何が問題かってこう、タッチ ID 触れないっていう問題がやっぱ起きちゃうんですよね。で、そんな時にこの外付けキーボードにもタッチ ID が付いてればめっちゃ便利だよねっていうのがあるかなと思う。なんでこれが多分何人か入ってたのかなっていう気がしますね。まあ白も黒もあるんで、まあどっちでもいいと思うんですけど、そんなものもあったりしますね。Mac のアクセサリーも他にもいっぱいあるんですけど、マジックトラックパッドも多分使ってる人いるんじゃないかなって思うんですけれども、やっぱ基本的にはやっぱここ、まあ今回だとキーボードなんでこれになっちゃうかなと思いますね。まあなんか Mac 使ってるんだったらやっぱその触り心地とかがノートパソコンとこう近いので、外に行ってノートパソコン触った時にも違和感がないのはやっぱこれかなっていう気がしますね。はい、そしてこれ持ってないんですけど、キークロンですね、の各種いろいろあるっていうところですね。まあ、キークロンさんも多分オプティカルもあったりとか、まあ、いろいろ種類があるんですよね。やっぱ結構こう、触ってタッチ感とか結構いいって言ってる方も多いんじゃないですかね。あと、Mac、Windows 両方とも対応しているっていうのもあって、まあ、かなりスリムと。
というところですね。これちょっとなんか良さそうですね。ノートパソコンっぽいような感じですけど、多分押し心地すごいいいのかなという印象ですね。私もちょっと触ったことがないんであれなんですけど、まあ、いくつかその、いわゆるこうゲーミングキーボードもよくあるんですけど、この軸の種類がいろいろあって、多分これもカスタマイズできるのかなという気がしますね。で、耐久性がまあすごいあるというところですね。あ、いくつかこう色変えられるんですね。あ、だから Mac 使ってる人と Windows 使ってる人って微妙にこう地味に色変えたりとか、このロゴですね、変えたりとかができるっていうことですね。これはキークルの K1 っていうやつですね。多分他にもいろいろあるんでしょうね。ちょっと見てみましょうか。まあそうですね。K1 SE と K5。まあ、テンキーがついてるものもあれば、K8。テンキー内にこう十字のやつがあるとかですね。で、テンキーだけ。K2。社内のやつとかだと多かったのが、K2 がやっぱり圧倒的に多そうですね。K2 4人か5人ぐらいいるんで、K2、K4。K8 ですかね。K2 これですね。まあ、テンキーレスのやつですね。かなりコンパクトなモデルですよね。もうあって、K8 もこれ同じですね。テンキーレス。まあ、みんなやっぱテンキーレスを使うのかなと。で、あ、K4 が1名いたんですけれども、これテンキーがあるバージョンですね。まあ、やっぱデスクの大きさにもよると思うんですけど、やっぱコンパクトにやっぱ使いたいっていう人とかだったら、やっぱこのテンキーレスのやつはかなりいいのかなっていう気はしますね。なんかゲーミングキーボードとかでも、やっぱこう、マウスの振りをしたいからっていうので、こう、テンキーレス使う方もやっぱいると思うんで、まあ、コンパクトにするっていう点で、やっぱこの、これがなんかやっぱ人気になるのかなっていう気はしますね。特に K2 はよりコンパクトになってる感はありますよね。はい、続いて、少ないと言われていた、まあ、ロジクールでは、まあ、この MX キーズっていうのが3名いたんで、ちょっとこれも紹介するんですけど、まあ、私も実は今、別のやつ使ってるんですけど、やっぱこれになる前までちょっとロジクールのキーボードを使ってます。それこそ JIS の時代ですね。まあ、ずっとこのロジクールさんのキーボードを使っていました。まあ、英語キーボードになってからちょっとじゃあ、ちょっと後で私が好きなキーボード紹介するんですけど、それまで私もロジクールでしたね。まあ、ロジクールってこれただのちょっとあれなんですけど、ロジクールさんも英語キーボード貼ってほしいんですよね。なぜかないんですよね。ゲーミングキーボードを私も欲しいなと思って、ロジクールいいなと思ったんですけど、英語キーボードがいかんせんなくてですね、なんかちょっとここは本当にロジクールさん出してほしいですよね。なんで結局ゲーミングキーボードとかの選択肢になっちゃうと、レイザーさんとかになっちゃうんですけど、まあちょっとロジクールも頑張ってほしいですね。まあ Mac はあるんですけど、Windows も出してくれっていうのが個人的なところですね。ただ私もこれ店行って触ったことあるんですけど、キー、MX キーズは。やっぱ結構押し心地良くて、なんかいいなとは思っていますね。まあ、私マウスはこう MX マスターとか使ってるんですけど、やっぱこの手のやつはやっぱロジクールさんさすがだなっていう感じで、押し心地というか使い心地がやっぱ使ってて気持ちいい製品なのかなと思うので、正直この手のやつも確かに MX キーズとか高いんですけど、やっぱ長く使えますし、やっぱ使ってれば気持ちいいものがやっぱ一番いいと思うんですね。使ってる時間やっぱ長いと思うんで、仕事だと。なんで、いや、一番使ってて気持ちいいもので揃えるのが個人的にはいいのかなっていう気がしますね。はい、続いてはちょっと順番逆だろうって感じなんですけど、ハッピーハッキングキーボードですね。まあ、これもかなりユーザー数多かったかなという印象ですね。9人、10人ぐらいですね。しかもちなみにハッピーハッキングキーボードを使ってる方で、日本語キーボードを使ってる方は1人しか回答がいなかったので、基本的にもう皆さん US の配列を使ってるっていう感じですね。まあ、会社にも実はちょっと昔買ってあったやつがあるんですけど、まあ、これ使ってる人やっぱいましたね。じゃあ使ってて気持ちいいというか、まあ、昔からだとやっぱこの HHKB かトープレのリアルフォースですよね。まあ、このどちらかかな。私も一時会社にリアルフォースあったんでちょっと使ってたことがあるんですけど、やっぱここもこんな押した感じの気持ちよさとかっていうのは他のメーカーには変えられない何かが多分あると思うんで、そこなのかなと思います。で、確かそっか、キーマップとかも私変えられたりとか、ここ何年かで Bluetooth 接続のものがなんか出たですかね。昔なんかこの HHKB ってなんか有線接続のイメージは私すごい強かったんですけど、今ワイヤレスに対応してるんで、かなりここもいいのかなっていう気がしますね。ラインナップもいいかあって、まあ、あと私にも USB-C になってるんでかなり嬉しいですね。はい。まあなんかやっぱこう、ここはなんか鉄板かな。ここかトープレ。正直トープレが少なかったのちょっと意外だったんですけど、まあやっぱハッピーハッキングがやっぱ王道かなっていう印象ではありますね。はい。そして今日これ最後なんですけど、今日私、ちょっともうあえてこの時間を使ってこの企画やってるんで、わざとこれ最後にしてるんですけど、私もこれを実は使ってるんですよね。トラックポイントキーボード2ですね。皆さんこれ大事です。これ2を使ってください。私実はトラックポイントキーボードの USB 接続版を2個買ってて、その後、Bluetooth のやつです。1は1個ですかね。で、トラックポイントキーボード2は2個。
買ってます。まあちょっと訳あって2個買ってるんですけど、それぐらいやっぱ好きですね。まあこれちょっとアップルのキーボードにちょっと通ずるところがあるんですけど、まあ、これのやっぱいいところって、まあアップルのキーボードと同じで、私シンクパッド使ってるんですけど、もうシンクパッドとやっぱこうレイアウトというかがもう完全に同じなので、これ使ってる限り、例えば外出先とかでノートパソコン触ったりとかしても、外付けキーボードやったりとかしても、こう聞いたっていうにこう一切違和感がやっぱないっていうのが、個人的にやっぱポイントが高いですね。まあやっぱアップルもそれかなと思うんですけど、そこですね。あともう一つやっぱトラックポイントが単純にやっぱ使いやすいっていうのはやっぱあるので、私はもうこれですね。あと、まあ、レノボさんが英語キーボード出してるんで、そこもかなりポイント高いですね。ちょっとね、これに関して熱く語っちゃうんですけど、これですね、なんか1と何が違うのっていうところなんですけど、1は Bluetooth しかなかったんですけれども、これはあのドングルと Bluetooth 切り替えて使うことができます。なんで私はあの仕事用のノートパソコンは Bluetooth で繋いで、プライベートのノートパソコンにはドングルで挿してるので、そこですぐここの上のスイッチでパチパチ切り替えてやることができるので、まあ、すごい便利に使わせてもらっています。まあ、ちょっとこのぬるっとまとめにまた戻っちゃうんですけど、いろいろあってですね、やっぱこの手のキーボードやっぱ Mac だったりこうトラックポイント使ってる人とかだと、やっぱシンクパッド使ってるユーザー、 Mac 使ってるユーザーがそれに合わせて使ってる感じではあるんですけど、でもやっぱそうすると使い心地が、私ノートパソコン側もたまに使うんで、そうするとこう使い心地が違うから微妙って思っちゃうのが嫌なんでこれにしてるんですけど、でもとは言ってもやっぱもう在宅が主になってしまってるっていうのもあって、なんかこういうのやってやってるのかなというところですね。であとちょっと今日自作なんで紹介しなかったんですけど、画像とかはこれちょっと私がたまに会社で会う方がこれ使ってるんですけど、いわゆるキーボードで左右が分離してるタイプの自作キーボードを使っていて、いわゆるキーボードってこうなっちゃうんですよね。手がこうカチャカチャカチャってやられてこうなっちゃうんですけど、こう左右が分離してて肩が広がって肩こりしにくくなるみたいな、そういうのやって自作でキーボードを作ってる方も中にはいますし、まあいろいろこう、それこそあの私充電器アンカー買えってよく言ってると思うんですけど、アンカーさんも実は Bluetooth のキーボード出したりとかするんで、まあ、結構こういろんなメーカーさんがキーボードも出していて、まさにこうアンケート取った結果ですね、こんな風にやっぱどっかにまとまるわけでもなく、まあみんないろんなキーボードを使っているというようなところが分かって、まあ私統計取ってた側なんで、もう単純に楽しんでやってたんですけれども、ああなんかやっぱこんななんだっていうのとちょっとやっぱ意外だったなっていうところが気づけたのは面白かったなというところになります。はい、というところでこの動画は以上にしたいと思うんですけれども、ぜひ皆さんもですね、最初に言った通りです、なんかこんなこういうキーボード使ってるよとか、このキーボードいいよみたいなのがあれば、ぜひコメント欄にみんなどんどん書いていただければなと思います。はい、私はもう何回も言うんですけど、このトラックポイントキーボードがぜひ最高なんで、 Windows というかレノボのメーカー使ってる方はぜひお試しいただければなと思います。本当はこれにね、タッチ ID というか Windows ハローの指紋がついてるもっと最高なんですけど、まあなかなかないかなというところですね。はい、といったところでちょっと長くなっちゃいましたけども、今回は社内のアンケートでキーボードの統計取ってみましたよっていう動画でした。またちょっと次回以降もなんかたまになんですけど、こういう統計取ってみたものでなんかご紹介とかできたらいいなと思ってるので、ぜひお楽しみいただければと思います。というわけで今日の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。